悪い。かえって手間をかけたみたいだな。ギルドに収集の依頼が来ていた品をたまたまあっちで見つけたんだ。それで納品に。あっち？トラル大陸。こっちではもっぱら新大陸って呼ばれてる場所だ。あなた西方の新大陸に行ってたの？それじゃあ紹介したい人っていうのは。ああ、トラル大陸から連れてきた。いないな。はぐれちゃったのかしら。はあ、いろいろ物珍しくてつい寄り道しちまった。まったく、うろうろしてる間に目的の人物が来たぞ。こいつがお宅の探し求めてる冒険者殿だ。ほう、確かにお前が言うだけあってただ者じゃなさそうだ。私の名はウクラマト、トライオラの王女だ。トライオラ、その名前どこかで。トラル大陸を滑る王国の名であり、その首都の名でもある。単刀直入に言うぜ、お前あたしとトライオラまで来てくれ。いきなり言われても返事に困るだろう。ちゃんと理由を説明しろ。それもそうだ。我がトライオラ連王国では近々ある儀式が執り行われようとしていてな。継承の儀。早い話が次代の王を選別するための試練だ。私は王女としてその儀式に参加する。そして勝ち抜き、大いにつくつもりだ。そのための協力者を探してた時にこいつからお前の話を聞いたんだよ。とにかく強くて度胸がある。湧き出る異形の獣たちをバッタバッタとなぎ倒し、天の果てまでかっ飛んでって世界を救ったやつだってな。エオルゼア一強いやつを教えろと言われたんだ。俺はもっとちゃんと説明した。さあ、分かったら私とトラル大陸まで来てくれ。待て、ちょっと待ってくれ。ウクラマトだったよな。トライオラの王子だと言ったが、あの大陸を治めてるのはマムージャ族だって聞いてるぞ。ああ、そういやお前らはトライオラのことをマムージャバンコクと呼んでるんだったな。確かにトライオラを治める連王はマムージャ族だ。それも二つの頭を持つ総統のな。だけど血のつながりなんか関係ねえ。私は育ての親である連王のことを本当の親父、家族だと思ってるからな。なるほど、そんな事情だったのか。ぶしつけなことを言ってすまなかった。気にすんな、私だってこっちのことはよく知らねえんだ。で、そうだった。まだ互いのこと知らねえのにいきなり恋なんて言われても困るよな。聞きたいことがあれば後でちゃんと話す。ただ一つ、お前が冒険者なら悪い話じゃねえってことだけは知ってほしい。これは噂で聞いた話だけどな、今回の継承の儀には前人未到の黄金鏡やトラル大陸最強の幻獣バリガルマンダが絡んでるらしい。どうだ、面白そうだろ。
いいね、気が合いそうだぜ。トラル大陸には他にも多くの秘境や猛獣が存在する。絶対にお前を退屈させねえはずだ。噂になんて踊らされるなよ。黄金鏡なんて寝物語の中の存在でしかない。何言ってんだ。お前だってチビの頃探してたじゃねえか。見つけられなかったからってすねるなよ。トライオラ連王国にトラル大陸の黄金鏡。あの手紙に書いてあった通りだわ。ま、継承の儀の内容がどうであれ、王を決めるための試練が簡単なものであるはずがね。安心して背中を預けられる協力者が必要だ。だからよ、これから一緒に狩りでもしようぜ。互いのことを知るにはそれが手っ取り早いだろ。